3月某日、入ります。この日はスノーマンのセカンドシングル、キッシンマイリップスのジャケット写真撮影日。今って何の撮影だったんですか？言ってやれよお前。今日は家族写真を撮りに来ました。かわいい。そういうこと。今回もちょっとゲームを用意してました。ちょっと見ていただいて。今回やるゲームこちら。じゃじゃーん。何ですかそれ。題して真実を暴けジョーカーゲーム。一体ジョーカーゲームとは何なのか。ゲームを始める前にルールを説明します。これからメンバーにはスノーマンとジョーカーどちらかの役職が与えられます。スノーマンはミッションの成功を目指しゲームをするのですが、ジョーカーは自分がジョーカーだとバレないようにスノーマンの仲間のふりをして必ずミッションに失敗しなければなりません。この条件の中で両チームには3つのゲームに挑戦してもらいます。1ゲーム目には1名のジョーカーがスノーマンに紛れミッションを行います。ゲームが終わるとジョーカーが誰かを話し合うスノーマン会議を行い、追放する1名を決定します。そして2ゲーム目が始まるときには、また1人ジョーカーが追加されるので、ジョーカーがいない回はないってことですよね。はいない回はないです。なるほど。すごいね。最終的に3ゲーム終了時点で全てのジョーカーを追放できればスノーマンチームの勝ち。逆に1名でもジョーカーが残っていればジョーカーチームの勝ちとなります。まず1つ目に行うゲームは反射神経棒キャッチ。何それ？反射神経棒キャッチ。神経なんか。だって見て今こんなになってるから、ね、こんな握りが走るからね。手お母さんにそっくりなんだよな、服が。まず一番見た目はジョーカーに近いから。成功。ここからジョーカーを追放する3分間の話し合い。多数じゃん。そうだ、ラウル、スノーマンやって。俺スノーマンやぞ。はい、はい、うん、ほらスノーマン。ね、あとさ、俺も俺ルール知らないの。確かに。じゃあなんでおるん。2ゲーム目はテーブルクロス引き。ルールは簡単。テーブルクロスの上に乗っている食器を落とさずにテーブルクロスを引き抜くことができれば成功。逆にジョーカーはわざとらしくない失敗が鍵となってきます。あぶー。もう今だ。違う。なんかさ、引き方がさ、引き方が良かったけど荒かったよ。そう。新米のジョーカーだよ。見た目で優しい。そう、わかるわかる。いくよ。本当に悔しい、マジで。失敗の仕方的にちょっと怪しいなって思ったのはやっぱ阿部と佐久間。そうだね。俺は違う、一発目だった。俺がどっち側とかどうでもいいからもう殺してほしい。最終ゲームはフーフーペーパー10秒チャレンジ。顔の上に乗せた紙を息だけで吹き上げ続け、10秒以上髪を浮かせられれば OK。 終了。何秒？6秒。マジで？いきます。俺が見たのね、こうしてる時にこういった気がした。いや、なんかジョーカーかさ、スノーマンか知らんけど、なんかさ、伊達さんの姿がおもろかったですけど。すごっ。じゃあもうマジやからリップ取る。ちょっと証明してね。はい、はい、はい。めちゃめちゃ高いのこのスーツ。破ってるから。うわうわ、やばいんじゃない。なんで？それはない。俺さっき成功したもんだって、テーブルクロス。でもさっきカード引いた時に新しくジョーカーになったかもしれない。確定じゃないでしょ。出た時は。いやいや、絶対そうでしょ。だって俺スノーマンなんだもん。どうして小芝居。なんでだ。
AVEX。